一応本日はですね、国内でのマットプロレスとなります。なるべくね、皆さん、いろんな人に見てもらいたいので、急に立ち上がったりとか、そういったことないようによろしくお願いいたします。あとはですね、マットプロレスということでマットで行うんですけれども、そのマットの内で行われる場外乱闘、流れる恐れがあります。その際はですね、皆さん、手荷物とか、関係なくまず席の方からちょっと離れてですね、いただいて、なるべく選手から、サスカは何やってるの、離れるかなと思ったら離れないから、ね、そう、離れしっかり やってるんだ、場外乱闘、あった場合はですね、その場外乱闘している選手からなるべく離れていただきますようよろしくお願いいたします。ないと思うけどね、大丈夫だと思うんですけど ね、危ないので、もし、それで、場外乱闘に巻き込まれてですね、怪我をありましても、こちらの方で直接気に取れませんので、そこの方はご了承いただきたいと思います。はい、あとはそうですね、簡単に言っちゃうのはルールですかね。はいはいはい、ルール、まあ、基本的に、皆さんプロレスのルールというのが分かると思うんですけれども、基本的に、選手の両肩、こちらついた状態で抑え込む、その時点で、はい、まあ、笹浜がちょっとやってるんですけども、まあ、我慢できなくてギブアップですよって言って、ね、こういった、状態になった時点で、技を決めている勝者の勝ちになります。であとはそうですね、あとは場外乱闘の際ですね、一応カウント、場外カウントというのは、20まで、やります。はい、で20までに戻ってこなければ場外のリングアウトということで待てになります。はい、一応簡単に説明しましたが、ルールは以上になります。はい、あとはそうですね、分かりやすく言えばと、基本的にリングですとロープがあって、決め技、締め技とか、決まった時にロープを掴むとロープブレイクという、形になって、技を解かないといけないんですね。こちらに関してはロープがございませんので、このマットの外に、腕の方でしたら肘、足だったら膝、はい、こちら、肘か膝、どちらかが、片方でもいいので、出てしまったらこちら、ロープブレイクと同じ、ブレイクという形で、技を取る形になりますので、簡単なルールでございますが、こちらの方で、ルールは以上になりますかね。はい、そうですね、十分だと思います。大丈夫ですか。はい、じゃあ立ってるお客様はもし空いてる席があったら、そうですね、ぜひ個人さん的に座ってください。あと足腰疲れますんでね、飲み物飲みながらね、本当何回も言うようですけども、今日は暑いんで、一応冷房を入れてもらったんですけども、それでも暑いと思うんで、体調管理十分気をつけながら楽しく観戦してってください。じゃあそろそろいいですかね、カードの発表をしますか。じゃあ SSD の、プレゼンツ、卸町 AIG プロレスですね、熱く激しく、そしてお客様が楽しんでいただけるプロレスをご提供していきますので、応援の方皆さんよろしくお願いいたします。
ファイナル試合、本日のメインイベント、タッグマッチ30分一本勝負、エル・笹様、山瀬組対ザ・ビッグバフェ・不動組。以上、全3試合でお送りします。最後まで熱い声援をよろしくお願いいたします。それでは試合を開始いたします。第1試合シングルマッチ中国一本勝負を行います。まずは青コーナーよりトニー入場。Thank you.
おやじさん、何やヤギヒロシ。